新入社員の半分の皆さん3週間の研修を開催します。ラジオから料理に入って、実際に働いてもらうわけですけど、まあ、いろいろ失敗もあると思いますけど、いっぱいしてください。で、失敗しないっていうことは、新しいことにチャレンジしてない気持ちを、どんどん失敗して、どんどん努力して、やっていただきたいなと思います。今、これだけの先輩がいるんで、¿Qué pasa?
の自分初めて。長いから。
おじいちゃんの田舎駅を飲むのに飲むのに
でこう出てくださってると、やっぱ半分になると、きつい感と悪いなと、でも自分が多分つらいと思うので、飲んでしまいたいんだよって思うやつが。そうでも田舎人間で、
絶対飲むじゃん。飲まないんじゃん。飲むじゃん。これ飲まないやろ。
Thank you.
ショップの周りのところ
¿Qué pasa?
最初の中でやってました。日本人の
大卒で、大卒で、まあ、22歳。え、そうなんですか？え、そこに電話かけちゃうんや。声が。学生の時に女子大生キャバクラ。え、松本さんの人ですか？いや、なんかバイト松本は多分違う、ずっぽり入ってない、ね、もうそうやって寝て寝て今放送の時にめっちゃ見せるこの時代のバイトですよ、バイトですよ、バイトですよ、バイトをやめっちゃいいI'm going to go to the hospital.
中間半で焼いて入る。まあ、ミディアムレアって私は難しいレアの。ミディアム。ミディア大好き。ミイラの作り方が書いてる本も手に入ってます。I'm sorry.
あみが楽しそうになるとスナックの簡単だけどあんまりおままがおるってほんまやろみたいなここに蜜が入って、チンママがおるぞ。いや、次はね、私先生が喜ぶしね、私みたいなのです。あ、そうか。あ、そうか。帰ってくるな。
まだ1時間酔わないからいいでしょ。I'm not going to do that.
ごめん、フルカブここでやめてもらって、こっちフルカブやってもらって、これ言いそうだよ、¡Gracias!
すげえ女みたいな。それに比べてシーズは入ってなくて、なんかもうわけあーみんなバカなこと喋っちゃうから、バカ笑いしてみたいな全然違う現象。ちょっとそろそろ。普通喋るのは本当に1回だけ。よく使うじゃん。
お酒飲んでる。
愚痴しか言わない頼むっすよ。あ、ありがとうございます。さすがだ。子供いないね。ジョンボコタ。違う。
入ってる。
似合うな。
思うけど手術マジでそれそれくらいにあげるあこれ全部誕生日おめでとうございます。誕生日やったっけ、ほら。誕生日やったっけ。おめでとうじゃねえや、そこは。俺昭和43年生まれ。53年生まれです。これで人悪くなこんな感じでらしいな好きだよ好きだってからしいやつ61猿らしい猿え、なんで43から55年猿は何千元とリモートが猿だよなリモートが猿だから何言ってましたよねそうじゃんあれいけるわ誰がいけるいや本日はね8人あるお願いしますこの甘いのずっと本当にいるよ甘いのやこうだよでそれ言ったら私が怒られる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 耳が遠いのおじいちゃんおじいちゃん2人目がもう私が森山さんに注意したら大丈夫かな私の言い方気づいてもらうとやん次の東京都がここにこう男性さんに どっちもしまったんですかでもそれみんなから言われる今に始まったことはないけど俺的にはいいと思うけど、うん、あ俺そんなんありやんありやんありやんありどっちだどっちだ何なんありなんどっちだありやんありやんな俺がそんなんやんでもさ見た目が違う何で言わんやん意外と言うの俺の歌が言うの言うの疲れて意外と見た目怖そうな顔してる。怖かった。もっと言っていいんだろ。俺別に見えたよ。見たよ。見ましたから。見たよ。いや俺は見たはず。見たよ。そうそうそう。研修。これ以降でいいわびっくりするけどサイドなんでサイドなそんなサイドで言ったの横にいるって俺、司会進行やから別に、面接官である横にこう、今ってでも質問したやん質問したやんこの顔で見守られても困るからな怖かったんやそれ逆に怖いよな怖かったんや見守られた方がな一番怖かったんやねえやろだって見て常務中野課長がおってさほら覚
べたかった。いらっしゃらない新しい全部におつえけ。あ、そうなの。パンもおかしい。ブーザーしてやってたら多分4分の1ごめん、食べていいよパン。死んで食べなさいで。あ、でもガッツキが安倍さんって怖いとかあるけど気にしないでって話とか。あ、そうか、そう、行く前に怖い人がいるんだけど、すごい見た目怖いけど、優しい人なんで、気にしないように。それ、毎回全部、毎回全部ある。あれや。
まずみんなが言っても伝わんないわけ、今回は。私に言うから言うから。パトカーも言っちゃうけど、みんな言っちゃうけど、結局、やってるの、彼女がさ、ファン誰よからね、みたいな。Thank you.
私はジョークが入ってきたみたいな。そうじゃねえですか。
で、怒るのはさ、私たちが言ってなくてさ、頑張ってちゃんと成長してほしいって言うんじゃないですか。あんまり説得力ねえな。私隣やらしてんの。私後ろだけ私さん言うてん。俺に言うてんの。分かった分かった。2人で言うけんな。2人前だったから思い出す。あーみたいな匂い出ししてます。自分がパン食べようとか思い出す。パン食べてる。そういえば言われたなみたいな。出て帰るのそれちょっといじめやで。面談の時に席を立つのが長いとか言ったんやろ。面談の時に話したんやろ。だってそれって言われたもん。面談の時に言った時になんであんたが出る。私報告したら油断してるから、まあ、大体言うのが私がいなくなっても大丈夫だよね。ダメよな、この人も倒れてた。この人同じだねやもん。私あんたがいなくなったって一人だけになるけどやめてきて。本当にお願い。なんで私一人がすごい寂しいで。本当に耐えられたね。ここまでせんといけんのかな。もうチェック項目作ったらいいんだね。そう毎日それをつけさせる。そこまでせんとわからん。
とちょっとですね。はい、なんとか最後電車が詰まって大丈夫。お酒飲んでるね。ゾウムの音量がやっぱり飲んでだけど、ニューヨークの香水で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 香
ダメなんですか。いや、ダメに。